上ワは、仲良しマウント、ソシナ、あのちゃんの、本名と年齢知ってる。発言で賛否新2つ9月10日、お笑いコンビ、下振り明星、のソシナが自身の YouTube チャンネルを更新。恒例企画の、一人賛否が物議を醸している。この企画は、ソシナが SNS などで話題になっている出来事や人物を取り上げ、偏った意見は言いたくない。都市賛否の立場を一人で演じながら持論を展開するというもの。そしてソシナは、全部コントだとしている。 そこで、9月4日に誕生日を迎えたタレント、あのの誕生日を取り上げた。2013年からアイドルグループ、ゆるめるもに加入して、芸能活動を始めた。あのさんですが、実は年齢を一切公表したことがありません。それだけでなく、本名や出身地も明かしていません。芸能記者。しかし、素品は、あのちゃん誕生日おめでとう、その日、写真集の発売日やったんや、ええー、と、同日に行われた、あの写真集、あのありかの発売記念イベントのニュースとともに、 彼女の年齢問題にも言及。イベントで、あのの誕生日ケーキが用意されたが、年齢非公表のため、ケーキの上にろうそくがなかったという。それを踏まえて、祖品は誕生日もおめでたいということでございます。年齢非公表やからね。何歳おめでとう。とかはちょっとファンの人も言えないと思うんですけど、これはおめでたかったです。と祝福し、んの方のコメントを締めくくった。そして、お決まりのただ、というセリフと共に日のコメントを大声で続けたのである。 どんぐりたけしの婚姻届の承認の欄を俺が書くときに先にあのちゃんが承認のところを埋めて、だから僕は君が公表していない本名、年齢、本籍地すべて知ってるよ。2023年11月に結婚を発表したお笑い芸人のどんぐりたけしとロックバンド、やばい T シャツ屋さんのアリボボ二人の婚姻届の承認を祖品とあのが務めていたようだ。婚姻届の承認欄には本名の署名と応印だけでなく、青年月日、住所、本籍を書く必要がある。 あのが先にそれらを埋めていたため、粗品は見たということらしい。この粗品の発言について、動画のコメント欄でもまさに賛否が割れている。うわっこは、あのちゃん誕生日おめでとうに対するただ、の内容が怖い。このニュースの中に混ざるあのちゃん誕生日で笑った。あのちゃんのただ、に関してはただただ怖すぎる。あのちゃんと仲良しマウント取ってきてくさ粗品とあのといえば、粗品と呼ばれるほど。 親密すぎるノリが SNS などで話題になっている。ただ、5月30日に更新した祖品さんの YouTube チャンネルの動画では、二人が登場し、我々、祖品とあのはですね、交際してません、と明言。正式に交際を否定しました。その一方でイチャイチャぶりは加速しているようで、6月25日深夜放送の、あののオールナイト日本ゼロ日本放送では、ゲスト出演した祖品があのについて、過小評価されている、と主張。 歌唱力や演技力、バラエティ番組での活躍ぶりを称え、彼女の魅力について熱弁を振るっていました。